お、今日リミちゃんも漫画読んでる。リミ何読んでんの？あちんや。なんで？リミも呪術回戦。リミも呪術回戦の。何何恥ずかしくないでしょ。今日やばいからね。漫画。今日二人とも漫画で読む。え？よだれ出てきた。よだれ出てきちゃった。意味わかんないんだけど。今日は漫画でなんね、二人。今日漫画で、ね。やば。めっちゃ持ってたし。呪術廻戦はリムを読むから今日は呪術廻戦を読む。赤毛じゃない赤髪ねえ、何と間違えんのそれ。もう赤髪の白雪姫だっけ。合ってた、うん、赤毛とか言ってどうしても赤毛になっちゃう。赤髪な、うん、髪なの髪なの髪なの。今はねガソリンを入れてます。はい、今日はですね、はい、しほちゃんのちょっとねお出かけ用のね上着がないんだよね。ちょっと厚めのがこのやつは、うん、学校にね毎日着てってるやつなので、さすがになんか土日もね学校用はあれなんか気分が乗らないかなと思いまして、新しいのねちょっとねいいのがあったら買いたいと思います。はい、で夕方はですね映画に行きます。イエーイ。はい、初めねしほちゃんがヤクネバを友達と見てて、リミもね見に行こうっていうことで予定してたんですけど、はい、急遽ねなんかリミちゃんヤクネバじゃなくてドラえもんがいいっていうのでドラえもんになりそうです。でしほちゃんはねドラえもんあんまりね、興味がもう今はないみたいなので、今なんだっけバイオレットですよ。バイオレットというあのバイオレットエヴァーガーデン、はいはいはい、それがね、もう私諦めてたんですよ、うん、でもね、1日1本だけね、あるところがねあったんだよね。なのでちょっとね、そこで遠いですけど、はい、行きたいと思います。はい、はい、ではいいの、私ヤクネバ見てたらリムもヤクネバってことで映画になって、私も見ていい。でもしょうがないよね、しょうがないです。ありがとうございます。はい、じゃあママはヤクネバ、ヤクネバ一人でヤクネバママヤクネバ見ない。ママどうしようかな。デシリバイオレット見る。バイオレットさすがに無理。バイオレットさすがに無理。笑っちゃいそう冒頭からなんで何これって笑っちゃいそう。でもあれ泣けるやつだから。そうなの。プペル、あの絵本にあるよね。プペルだから絵本の実写、実写じゃないわ、絵本の映画が。まあママはちょっと今ね悩み中でございます。買いました、コート買いましたね。いいの買いました。はいはい、はい、よかったよかった。ということでリミちゃんが今ビレバンにいるそうなので来ました。はい、行ってみましょ う。やばリミがやんの。これリミちゃんギザギじゃないよ。ギザギじゃな い, いやあるでしょ、あるでしょ。やってみる、ちょっとやってみる。どれがいい、どれが欲しい、しーちゃん。ゆうじとのばらちゃんで、ゆうじかのばらちゃんだってリミ。でも誰出ても嬉しいわ、うん、でもリミはさ、うん、犬巻先輩っしょ。お、来た。この色はし、あ、でっかいね。しぐろです。誰？しぐろです。おー、じゃあしーちゃんも自分でやってみる。え、かわいい。え、結構大きいね。かわいい、ありがとうございます。はい、しほちゃんもやってみましょう。リミはでもさ、犬巻先輩っしょ。リミはちなみに一番これでしょ。シャッケー、シャッケー、行くよ、いいよ、行くよ、いいよ、行くよ、いいよ、はい、お、お、青だ。あ、こちゃん、かぶってはないよね。かぶってないね、色的に。あ、よかった。五条先生じゃん。五条さん、ああ。本当だね。ママが、ママがやります。どこ、ここ？ここ？そこに300円、1、2、3入れて。うん。で、押すの？えい！で、引くのね。いくよ。うん。おー！え、かぶってない？かぶってない。マキ先輩です。マキ先輩。
え、順番的にはさ、これ、うん、これ、これ、これ、ぐちゃぐちゃだね。順番じゃないんだね。おいしいよ、これ。おいしい。よかった。しほちゃんはどうですか？超おいしいです。はい。クレープ食べてます。こちら。ママはティラミス。あ、降りるの？うん。気をつけてね、階段。なんかさ、最近ずっと天気がいいからね、外気持ちいいね。ね。うん、なんか暑いくらい最近。うん。美味しいです。美味しい。今車に向かってます。ね、はい、わざとこう外を通ってね、うん、食べれるように。そう、お店の中でちょっとマスク、ね、外すのはちょっとね嫌だからね。見るんじゃないのね、今日。え、全部売り切れ、うん、全部売り切れだ。そりゃそうだよね、大人気だもんね。残念。でもこれ大人気なんだよ、鬼滅のせいですごいすぎて。一番最後に見る人え多分、劇場に一人しかいないと思う。いいじゃん、貸し切り。貸し切りかも。貸し切りで2時間だよ。およそ700m 先。どうでしたか、映画は。感動しまくりでしたよ。感動しまくり、はい、ずっと泣いてましたか。泣いてたの。よかった。よかった。面白かった。映画でこんな泣いたの。マジ？映画でこんなに泣いたの初めて。そっか。バイオレットを泣かせに来るって分かった。まあね、泣くってね、評判だったよね。でもアニメの、あのアニメも泣いたのです。うん、泣いちゃうの初めて。こんなに泣いたのは初めて。うん、ですか。すごいね、綺麗。外のイルミがすごいね、キラキラです。ね、餃子1枚ね、焦げちゃったんだけど、焼き直しだと。
べ方もいろいろあるんやね。なんかテレビで肉食とか。